政治行政改革とともに、今国民のために、この国の将来のためにやり遂げなければならないもう一つ大きな課題があります。それが社会保障と税の一体改革です。団塊の世代が支える側から支えられる側に移りつつあります。多くの現役世代で一人の高齢者を支えていた胴上げ型の人口構成は、今や3人で一人を支える騎馬戦型となり、いずれ一人が一人を支える肩車型に確実に変化していきます。今のままでは将来の世代はその負担に耐えられません。もう改革を先送りする時間は残されていないのです。世界最速の超高齢化が進み、社会保障費の自然増だけで毎年1兆円規模となる状況にある中で、毎年繰り返してきた対症療法はもう限界です。もちろん一体改革は単に財源と給付の辻褄を合わせるために行うものではありません。社会保障を持続可能で安心できるものにしてほしいという国民の切なる願いを叶えるためのものです。我が国では先進諸国と比べて現役世代に対する支援が薄いと指摘されています。その最たる例が子育て支援です。社会の中で女性の能力を最大限に生かすとともに、安心して子どもを産み育てられる社会を作るために、総合的な子ども・子育て新システムの構築を急がなければなりません。こうした点を含めて、支える側たる現役世代の安全網を強化し、子どもからお年寄りまで全ての国民をカバーする全世代対応型へと社会保障制度を転換することが勝負の急なのです。昨今、今日よりも明日が良くなるとの思いを抱けない若者が増えていると言われます。日本社会が次世代に付けを回し続け、そのことに通用を感じなくなっていることに一因があるのではないでしょうか。将来世代の借金を増やし続けるばかりの社会で、若者が今日より明日が良くなるという確信を持つなど無理な相談です。社会全体の希望を取り戻す第一歩を踏み出せるかどうかは、この一体改革の成否にかかっていると言っても過言ではありません。このような背景や認識に基づいて、政府・与党は経済状況を好転させることを条件に、2014年4月より 8% へ、2015年10月より 10% へ、段階的に消費税率を引き上げることを含む素案を取りまとめました。引き上げ後の消費税収は、現行分の地方消費税を除く全額を社会保障の費用に充て、すべて国民の皆様に還元します。官の肥大化には決して使えません。グローバルな金融市場の力が席巻する今、ひとたび国家の信用が失われると取り返しがつきません。欧州諸国の状況を見れば一目瞭然です。この一体改革は、金融市場の力に振り回されない強靭な財政構造を持つ観点からも待ったなしなのです。